はい、半負けの本家の半前山先生です。日本政府ですね、改善ということでね、考えて今日仕事しておりました。でですね、2回目の母は防衛庁の技術研究所の、じいさんがですね、2回目の母のじいさんが防衛庁技術研究所の所長をやっておりまして、私は後を継いだんですけれども、原爆の博士でね、戦争時代をね、実践しておりまして、防衛庁の技術研究所の所長、言うなれば一番、力を持つ軍事力のね、日本を代表する最大のね、総理大臣のと同じね、地位を持つね、力を戦争中は総理大臣よりか力を持ってましてね、やっております。で、それでですね、今の日本の防衛庁の人員を2倍に増やしたいと思うんですよね。そして役所の人員をちょっと半分ぐらいに減らせないかということでね、防衛庁の方にね、力を、軍事力を力を入れてもらいたいということを、予算同じでチェンジ変更できないかということを考えております。それでそもそもね、防衛庁の職員ですねはですね、通常は防衛大学を卒業した人は将校ということでね、普通の大学はダメですよ。普通の大学は、また別の考え方で、将校にならないといけませんけれども、途中入った場合はね。で、防衛庁の人材を増やして、言うなれば機械操作ですね、体使う仕事はないんですね、戦争ではね。兵器ですね、兵器操作をするエンジニアが必要なんです、将校でね。人間を使うことじゃないんです。言うなれば誘導装置ですね、迎撃守るためのね、自動操縦を操作するというですね、コンピューターで全部制御するわけです。で、昔のような方法でねやってるんじゃ日本を守ることはできません。それでね、言うなれば全部ね、歩兵とかそんなもんはいらない、もうないんですね。言うなればハイテクな防衛兵器を操作できる、ね、でちっちゃいもんですから操作はね、別に携帯電話みたいなものだけど操作できますから、内部のね通信ラインでね。で、またその装備で妨害が入ったり、電波の妨害とか遮断されても自動で制御できるね、誘導装置ということでね、すべてハイテクな操作での機器を使います。今後どんどんね。ですからどこに戦闘を送るかとかね、GPS のもっと正確なねものも日本は打ち上げておりますからね、そういった進化したもので、位置を敵がいる位置、移動している位置を全部感知してそこに落とすだけなんですね、爆弾はね。もう敵が見つかってそこに何秒以内にいるかで勝負なんですね。何秒以内にね、まだいた場合はそこですぐ
処置できるわけですね。攻撃できるわけです。100% の命中率でね。ですから、軍事的に必要なものは全部そのハイテクな装置ですねをコントロールできる、ね、単独で、ね、指示、すぐ機敏に、ね、操作できるということが大事なんですね。で、一番大事なのは敵か味方か分かんないかというこの感知が一番難しいものであって、敵か味方か分かんなくて全部敵と見たもの見えたもの敵であるというふうに分かるんだったらもう簡単なわけです。そこに打ち込むだけなんですね。で、また衛星でね、もう世界、地球上どこど裏側でも爆弾を正確な位置で落とせるわけです。でそのためには時間がかかるんですね。飛ばすのに裏側まで行くのにどのぐらいかかるかということですね。時間でね、ロケットでね、ということでね、まあ一番重要なのは通信ラインですね。軍事防衛、敵か味方かの判別、それが大変で、敵何度も敵で飛んでるものこっち来たものは全部敵だと分かればね、全部もう見つかったものはほぼ100% 攻撃ができるわけです、ね、敵か味方か分かんないかということが問題なんで、でまた味方の判断する通信システムっていうのもあるんですけども、敵にそれを持たれたら、味方にされて、逆にね、難しいもんですから、そういうね防備するねしても敵か味方か分離する、それがもうとにかく難しい。